吹雪テトラ。どうもこんにちは、吹雪です。小型水槽に合う可愛らしい外掛けを見つけたので開封したいと思います。音が静かなようです。僕が買った外掛け式フィルターはこちら、スペクトラムジャパンから発売されておりますテトラ金魚メダカの静かなフィルター、テトラオートワンタッチフィルター ATS。 まずは使用とスペックを語らせてください。ミニは幅 9.5cm、 奥行き 10cm、 高さ 17.5cm です。対象淡水海水量用、適応水槽 32cm、 適応水量10リットル以下、流量144リットル、毎時50-60Hz、 消費電力 2.3W、 50-60Hz、 高度長 1.7m、 原産国中国で価格は1208円でした。特徴としては水中モーターなので投げ込み式フィルターに比較し運転音が静かです。幅はわずか 95mm の超小型タイプで、テトラバイオバックジュニアが使えるので小型でも強力ろ過です。また稚魚は砂、ゴミの吸い込みを防ぎ、ろ過能力を高めるテトラストレーナーフィルター S を標準装備し、読み水不要の簡単スタートは可能です。使用方法としては記載してなかったので後ほど説明書を見ています。最後に注意点としては、金魚鉢などの枠が直線でない水槽には使用できません。また水槽の内寸高さが14cm 未満、フレーム幅が 1.2 センチを超える場合装着できません。そしてこのフィルターは屋内用ですとのこと。 ATS は幅 10cm、 奥行き 6.8cm、 高さ 16cm です。対象淡水海水量用、適合水槽 32cm、 適合水量12リットル以下、流量150リットル、毎時 50Hz、 170リットル、毎時 60Hz、 消費電力 2.2W50Hz、 1.9W60Hz、 高度長 1.6m、 原産国中国で価格は815円でした。特徴としてはシリーズ初のクリアボディが水槽内に特に目立ちません。高さ 14cm まで、フレーム幅 9mm までの水槽にお使いいただけます。また交換路材にはバイオパック S を採用し、極めてコンパクトでスリムなボディを実現、小型水槽にぴったりです。最後に注意点としては、水槽内寸高さが 14cm 未満、フレーム幅が 9mm を超える場合装着できません。あとは同じです。それでは箱の外観から見ていきたいと思います。エアーポンプ不要、水中モーターだから動作音がとても静か、テトラ金魚メダカの静かなフィルター。エアーポンプブクブク不要、手を濡らさずに簡単に炉材交換ができます。炉材交換時、ろ過したゴミが水槽内に逆流しません。水の濁り黄ばみを素早くカット、メチレンブル水溶液 1ppm 10リットルをわずか12時間で 0ppm にできる強力ろ過を行います。青い水が12時間後に透明になります。淡水海水量用、適合水槽 32cm、 水量12リットル以下、専用炉材バイオバックジュニア付き、水槽にかけるだけ、手を濡らさずに炉材交換、呼び水なしで簡単スタート、フィルターをセットしてコンセントを入れるだけの簡単スタート。裏面でございます。特徴ってことで、水中モーターで運転音が静か、活性炭入りの専用炉材、流量を調節できる流量調節機能、呼び水不要、プラケースなどにも設置できます。各部の名称がイラストと名前で載ってます。交換フィルターはテトラバイオバックジュニア、 AT ミニ2030用のバイオバックジュニアをお買い求めください。活性炭入りで汚れ、濁り、匂いを強力に除去。これ偉いのがアンモニア除去って書いてないね。活性炭なんで。魚に優しい水流システム、穏やかで優しい水流がストレスを軽減します。水中に酸素供給、流れ落ちる水が水槽内に酸素を供給します。魚の量が多い時はエアーポンプの併用をお勧めします。こちらはスペクトラムブランズジャパンから出ております。続いて熱帯魚金魚用外掛け式フィルター、テトラオートワンタッチフィルター ATS。 違うのは高性能ろ過、専用炉材バイオパック S 付き、水の濁り黄ばみを素早くカット、オプションパーツがあります。カスタマイズやメンテナンスでろ過効率アップ、テトラストレーナーフィルター S2 個入り、ろ過能力を高める専用スポンジ炉材、稚魚の吸い込みを防止します。テトラアルゴストップ S、 焦げ対策にバイオバック S の代わりにご使用いただけます。テトラワンタッチフィルターブラシ、ワンタッチフィルターの隅々まで届く専用ブラシで汚れを落としてパワーアップ、パイプの中を洗えるブラシです。こちらもスペクトラムブランズジャパンから出ております。それでは開けていきたいと思います。以上、テトラ AT ミニホワイト ATS オープン。おー、説明書の色が違うね。まずは取扱説明書でございます。テトラ金魚メダカの静かなフィルター AT ミニホワイト、安全にお使いいただくためにってことで警告と注意書きが書いてます。空気中で運転させないでください。ストレーナーは必ずセットしてご利用ください。セットしないで使用すると異物吸い込みにより停止、故障の原因となります。本体を洗浄するとき石鹸洗剤を使用しないでください。ストレーナーの網目より小さな魚や砂はフィルターに吸い込まれることはあります。観賞用水槽用フィルターでそれ以外の目的で使わないでください。目詰まりや汚れの流量低下は故障の原因になりますので定期的に掃除してください。0度以下の条件にさらされる可能性のある場所に器具を設置したり保管したりしないでください。高水温となる牡蠣は蓋を取り外すなど通気性を高め水温上昇を予防してください。酸素消費量の多い飼育状況ではエアーポンプの併用をお勧めします。漁防薬などを使用する際はバイオバックジュニアを取り除いてください。薬効成分を吸着してしまいます。各部の名称ってことでイラストと名前が載ってます。コード固定フックがあったり、パイプも全て外せます。設置方法ってことで、フィルターケース内に3分の2ほどぬるま湯を入れて新聞紙の上に15分ほど置き、水が燃えてないかどうかチェック
します。このように乗せてから使うようです。でフィルターは軽く洗っておきます。あとはまあいつも通り入れればいいです。これ後ほどやります。餌を与えるときは流量調節で流量最小にしろと書いてます。故障異常の見極め方と処置方法ってことで、水が流れないモーターが止まるときにどのように対応すればいいのか載ってます。なので最初は説明書用に対応するといいかもしれません。続いてテトラオートワンタッチフィルター ATS 用、ほとんど同じこと書いてます。こっちの方に書いてるのが、衰弱した魚や死んだ魚はストレーナー部に吸い込まれることはあります。ホワイトタイプよりも吸う力は強いかもしれません。名前が長いので今回はホワイトと ATS と呼びます。まずはホワイト、手のひらと合わせるとこんな感じ、大体手と同じぐらい。こちらがストレーナーとストレーナースポンジです。ストレーナースポンジの目が粗いので小さなちぎりは吸い込まれる可能性があります。これは着脱できる。で今回このストレーナースポンジを必ずつけろとは言ってないので、ストレーナーだけでも使うことはできると思います。ストレーナーの下は穴開いてないです。穴の大きさは1ミリです。ストレーナースポンジはチャッチーです。厚みが薄いのですぐ破れると思います。ストレーナーの上に短いパイプがついてます。これは伸縮しないです。こうくっつけるだけのタイプのやつ。テトラのこの銀色のやつが機体ですって方が結構いたので、これは世間受けするかもしれませんね。白い文字で上の部分にプラスって書いてます。で左右にマイナスと書いてます。これ流量調節が見やすいです。小さいモデルなんですけど、高度長 1.7 メートルあります。よくこの辺ケチって1メートルしかないやつって結構あるんだけど、これは高度長めちゃくちゃ長いので払えた場所にも使えます。まあ何気に初めて使えます。テトラバイオバックジュニア使う場合は軽く水で洗えます。そうしないと黒い粉が出るんですよ。おお、あ、変わってないな昔のやつと。中に活性炭が入ってます。ふわふわしたウールマット。水平調節器はつまみがついてるので回しやすいです。本体の色は黒みがかってます。流量調節つまみ、これは取ることができます。このパイプも取れるんだけど、あ、これあれだ、パイプが上で終わってるという。できればこう下までパイプ欲しかったですね。そうしないとあの下に水が届かないんで、中央にこの仕切りがあるので非常に差し込みやすいです。パイプは透けてない、ちゃんとオーリングもついてます。本体の裏面に1ヶ月に1度は掃除をしてくださいというシールが貼ってます。外すときはまず普通にこうちょっと回転させながら下に引きます。そんな力いらないです。小さいサイズはゴムじゃなくてオーリングで付けたり外したりするんだね。インペラはこの下にあります。爪を引っ掛けるところはないのでちゃんと書いてます。最低水線書いてます。開けづらいので下の部分をホチキスの裏側で、どっかこう突起のやつがあればいいんですけど、そこに爪引っ掛けるような定期的に洗えという割には取りにくいですね。ポンプカバーでインペラーカバー、インペラーは手で取り出せないです。ピンセット使います。小さいです。羽は3枚で色は白。これも使っていくうちに汚れていくと思うので、こうした100均のブラシを使って洗うと有料定価は免れると思います。洗い終わったらインペラーを上から入れます。インペラーカバーをかぶせます。ポンプカバーをかぶせます。突出口が波形形状なので水流が緩やかです。でこのように全部外せるので清潔に保てる。一番小さいサイズなんですけれども、まあ、スポンジなどを使えばしっかり洗えると思います。続いて ATS、 手よりも小さいです。同じくストレーナーとストレーナースポンジが付属してます。サイズは小さいです。延長パイプは付属してないです。スポンジはさっきなしと同じ。本体小さいんですけれどもコードは長いです。便利。 ATS だけについてるテトラバイオバック S です。表は薄いウールマット、裏は穴が開いていて活性炭が見えます。色は赤。ウールマットは薄いのですぐ破れると思います。ただ活性炭の大きさは結構大きいので、小さい水槽ならば非常に貢献してくれる性能を持つと思います。初のクリアタイプと言ってるだけあって、蓋も透明です。プラスとマイナス、そしてテトラ ATS という型番も書いてます。この流量調節つまみも透明です。こだわってますね。もちろん外れます。オーリングで固定されてます。そしてここのパイプは乳白色というか半透明、パイプの丸いやつは途中で終わってますね。下までない。でパイプがつながってる状態だとパイプの中の空間は洗えないので、本体を洗おうとした場合はまずこのパイプを外す必要があるね。ただし結構強くついてるな。まずこの水中ポンプ外してからのがいいね。水中ポンプを外して、でこれを勝てえな勝てえな、さっきのやつと同じだよな。パイプとこれの後継差があまりない。さっきは若干あったんで、取り出しやすかったんですけど、これはほとんどぴったりすぎてですね。ああ、取れねえな。まさか、まだいっちゃう。
いつもなんで、何かしらに苦戦するよな。取れねえわ。取れないっすわ。一応波型突出口で水流は和らげる。で、本体は指2本ぐらいです。なのでこうブラシを使って洗わないといけないんですけれども、これ本体が透明なのであまり硬いブラシで擦ってしまうとその綺麗なボディが傷ついて見た目が悪くなると思うんで、まあ本当に汚れにくい生態を入れて買う方がいいと思います。裏には同じくモーターの掃除をしてくださいと書いてます。水中ポンプがちょっと形状違います。丸みを帯びてます。で、これは下か、まあ、外部式みたいな感じですね。あ、これすぐ取れる。あ、マジか。こっちすぐ取れんかい。こっちがな、こっち硬いのに、こっち軽いのか。あ、これもすぐだ。で、ここは取れない。本体は小さいんだけど、それにインペラーは結構、あ、これこっちの方がでかいな。吸い込まれるようにしてくださいって書いてんだね。こっちの方がでかいわ。まあ同じく羽は3枚ですけど。あ、オーリングついてんな。これ取れないようにしないとな。オーリングついてんのか。これすごく小さいオーリングというパーツです。これをなくすとまた異音が発生したりするので、これなくさないように注意が必要です。ちょっとこれいらねえパーツだな。このオーリングをまず中心の銀の棒が見えますけど、ここの中に入れます。あ、違うな。これがな。で、ちゃんとオーリングを中に入れて、中にしっかり入ったことを確認してからインペラを入れます。いや、このオーリングいらねえな。取り付けたらインペラーカバーを上から取り付けます。ポンプカバーを取り付けて回転させます。これね、すぐ外れるんですよ。だから本当に危ないですね。もうちょっとなんとか強度は欲しかったな。それでは組み立てていきたいと思います。まずはホワイト、はじめに水平調節器を取り付けます。こちらが水平調節器です。本体を引き返すと右側に穴が開いてます。水平突出口の突起を取り付けます。ここちょっと力いるんで。次にパイプ棒を完成させて本体に取り付けます。まずこちら L 型パイプのオーリングがついていない上の方に流量調節機能のやつをつけます。エルボパイプの仕切りがある方をL 型パイプに取り付けます。本体の穴が開いているところにこの四角いこいつがはまるように上から下に取り付けます。奥まで入れます。次にモーターとストレーナーを接続します。ストレーナーと延長パイプは別に接続しなくてもいいようです。ストレーナーをこう直接ポンプの下にくっつけたり、ストレーナーを下に持ってきたいときは先にこの延長パイプをポンプの下に差し込む、そしてこの下にストレーナーを差し込む。こうするとストレーナーが下に来ると。ただあの砂とか敷いてる場合は吸い込んでしまう可能性があるんで、まあ延長パイプなしでやった方がいいと思います。ストレーナーを差し込んだらスポンジをつけます。これも別につけてもつけなくてもどっちでもいいです。つける場合はこうしっかり上まで差し込みます。ポンプは最低水線という文字が見える方、これが正面になるように下から上に取り付けます。奥までしっかりやります。で、横にするとコードを引っ掛けるフックがあるので、これしっかりコードを引っ掛けます。こんな感じ。最後にバイオバックジュニアを入れます。本来は水でよく洗ってからやります。中央に溝があるので、ここの溝と溝、その溝に合うように入れます。呼び水不要なんでもう蓋してもいいです。 ATS も同様に組み立てます。今気づいたんですけど水平調節器ついてました。これはちょっと外れないですねって言った瞬間外れた。あ、でもこれちょっとカパカパ してんな。回しやすいです。透明なのでデザインを損ねないね。まずあのこの流量調節パーツ、これを上に取り付けます。水中ポンプの下にストレーナーを取り付けます。まあ使う場合はストレーナースポンジを取り付けます。同様に文字が見える方を正面にして下から上にポンプを取り付けます。 ATS は電源コードをかけるフックがないです。その後赤い方を正面になるようにこの溝に差し込みます。呼び水不要なので蓋も閉めます。並べてました。左がホワイト、右が ATS です。 ATS の2倍ぐらいホワイトはでかいです。ホワイトの方が下までストレーナー届いてます。で、共にまあ活性炭と白いマット、波型突出口も同じ。本体が透明か少し透けてるかという感じで共に透けてます。あとパイプが外しやすいか外しにくいかという
30センチ水槽にホワイトを取り付けました。こんな感じ。延長パイプを使ってもストレーナーがテーブルに接していないです。だから高さの低い水槽でも使いやすいと思います。壁にベタ付きで5センチ空いてます。5センチ以上空間があれば設置できると思います。水平調節器を使ってるので安定感はいいですって言いたかったんだけど、まあ普通にね揺れます。横には動く。モーターとフレームのここが干渉する。でなんで干渉するのかっていうと、ここの幅が狭いから。持ち上げるときにこの上からコマを持ち上げられないんですよ。だからまずモーターを水槽の中でこう外して、でこう取るしかないですね。 ATS の場合はね、そもそも入んないです入んねいや ATS 入んねえのか。オールガラス水槽に外掛け式フィルターを引っ掛けるのは非常に危険なんですよ。いやこれも結局だからこれ外して、でこうだな、モーター外して水槽に取り付けてからこうやるしかないですね。ああちょっとフレームユーザーはなくしかない。そしてさ、今はもうこれでバレたけど、ここに設置してもね、この電源コードが太いから本体は持ってかれるんですよね。水入ったとしても軽いんで動くでしょこれウェイって動くんですよ。ここに設置したくてもコードが太いからさ、コードの太さにやられてこっちに動くっていう。これもな、まあ小さいから仕方ないけど。背中ベタ付きで 3.5 センチです。3.5 センチ以上離れていれば設置できると思います。30センチ水槽が大きく見えるぐらいフィルターの主張は少ないです。水を入れました。まずはホワイト。スイッチオン。呼び水なしです。水量を見るために蓋を開けてます。本来は閉めて使えます。最低水位線以上に水入れてます。音静かだな。多少ねモーターの動く音は聞こえるんですけど、あでも静かですわ。水流見るためにかがたスポンジ入れてます。これ最大と最小が分かりやすいんだよね。最大は水平調節器のつまみをまっすぐにして、で最小はこう横にあると。でこう横にした瞬間こうすぐ反映されるっていうのもいいね。で最小でもちゃんと水が流れ続けます。だからインピラーに負担をかけまくってすぐこうダミーするってことはないです。餌やるときはこのようにやって、餌やり終わったら最大で使うと。振動はフレームに伝わってないです。入量最大の様子、意外とかがたスポンジ動いてます。水面は上下に揺れてないので油膜が発生する可能性はあります。ただ全体的に均一に緩やかに水流が発生してますね。これ全然水流ないやんけって言おうと思ったんだけど、普通にあるよねこの辺とか。細かい技法が待ってますけど、あこれいいな。でも個人的にはねこんなにいらないですね。今、私これなんで今回買ったのかというと、インフゾリアを沸かそうと思って買ったんですよ。テトラみたいな 1,2 ミリの稚魚、ブラインシュリンプを食べることができない稚魚を育成するには、インフゾリアが必要になってくるんですけれども、やっぱりそれ専用の水槽があった方が、育成しやすいんですよ。で、今一応止水環境でインフゾリアを沸かしてみたんですけど、ろ過バクテリアが少なくて、アンモニア水になったんですね。で、この外部式フィルター、小さい外部式フィルターを使えば、必ず空気をたくさん含んだ水がここに入るので、酸素が入るんですよ。流量が少なくても。だから、その酸素を利用して、ろ過バクテリアが増えて、まあ、止水環境よりもアンモニアを亜硝酸にするバクテリアが増えるんじゃないかと。だからそういう水だったら毒性が少ないので、このその水を直接ね稚魚の水槽に入れることができるということでね、今回この小さい外掛け式フィルターを買ってみました。ただあいつらは水流に弱いんですよ。だこんなにいらねえかなっていうのが私の感想でね。こちらが最小です。あまり変わらないです。まあ、ちょっとこの上にかがたスポンジが少しありますね。でこの波形突出口のおかげで落下音が軽減できてます。モーターの動く音しか聞こえないです。でしっかり吸う力強いです。中の循環です。あでもいけてんな。力技でわかるかな。スポンジが下に行ってますわ。パイプは半分しかないんだけど、これ本体に対してのインペラーが大きいんですよ。外部はでかいバケツでこれぐらいのインペラーですけど、これは小さい容器でインペラーがこれぐらいなんでね、力技でこのスポンジを下まで追いやって、下から上に水を送ってますわ。あなるほどね。流量最小、あ今流量最小か。最小でこうなんだ。あなるほどね。でちゃんと上動いてるしな。スポンジを下にこう追いやってこういってるんですよね。下から来るでしょ。この家具型を下から上にやってるからちゃんと下循環してるわ。これこう電源消したらこうどんどん水位下がるんですよ。だから多少傾けてもこう水が落ちにくいっていうね、まあそういう利点もある。続いて ATS。
呼び水なしです。有料最大。あ、すぐ出たね。これは水流弱いね。もう全然動いてないです。有料最小。最小の方が流れてる感じがあるな。変わんないか。これ最大、これ最小。あんま変わらないですね。今思ったのが、この電源コードが太すぎて融通が効かないですね。でこれ簡単に動いちゃうし、もうちょっとこのコードが太くなければよかったね。こちらが水流です。流量最大。角型スポンジが下の方に停止しているので、ホワイトよりも弱いと思います。突出口付近は稼働して動いてるんですけど、水面は揺れてないので今が発生する可能性が高いです。ろ過装の動きを見ます。あ、これもやっぱりこの泡が下まで行ってますね。でこっから水が入ってるのが分かります。下から上に水が循環してます。この小さい角型スポンジでも引っかかるぐらい、ろ過装はとても狭いです。中はすごく循環してんだけどね。使える炉材ってのは本当限られてくると思います。はい、今音を聞いてもらいましたが、ホワイトはとても静かです。少し離れれば寝る部屋でも使えると思います。 ATS はうるさいです。電源のオンオフを繰り返すと、うるさい時とうるさくない時があるので、うるさくない時で録音したんですけども、本体が小さくて防音室を設けられないので、モーターの音が少し響きました。欠点は何かというと、メンテしづらい。こっちは狭すぎてブラシ洗えないし、ここパイプ外れないからパイプの中が汚れたらもう終わるんだけど、こっちも狭いのでね、スポンジ、細長いスポンジを使わなきゃいけないけれども、一番下のテープとかは洗いにくいんですよね。あと最低水位線が高い。特にこの ATS はもうここなんですよ。ここ上から5ミリぐらいの水位にしてるんですけども、もう危ないです。このパイプが短いので最低水位線高いんですよね。できればこのパイプをもう少し長くして、最低水位線を下にすれば水の蒸発問題を考えなくてよくなるので、そこの改良してほしいですね。あとこの ATS はこれ流量最大と最小が逆になってる。こっちでね、これで最小になるんですよ。でこっちで最大になるっていうね。あと、あの付属してるストレーナーが粗めスポンジ、このような目の細かいやつの方が稚魚を吸い込むリスクはないんですけど、結構目粗いんですよね。他メーカーの外掛け式フィルターの目の細かいやつ、これを差し込んで使う方がいいと思います。小型ろ過器って小さい魚買うのに、粗めスポンジってのはどうなんだろうと思いますね。糞も細かいから絶対こっちの目の細かいやつの方がろ過バクテリアつくし安全なんですけど、あとあのこのポンプがフレームに干渉する。取ろうとした時にここにぶつかります。もうちょっとこう側面のこの幅を広げてほしかった。水平調節器があるから、ここを広げてもしっかり水平に調節できるんですよ。あと広げればこのろ過装の奥行きも広がって、よりろ過面積が増えるのと、メンテナンスもしやすくなるので、毎回この中に水槽の手突っ込まないと外れないので、ここは本当に致命的な欠点だと思います。利点は何かというと、振動がない。外掛けはよくこう蓋を閉めるとガガガガガガガってなるんですよ。でもこれはそういうのが一切ないです。非常に静か。あと共に値段が安い。複数台買うことができます。そしてデザイン性が高い。もうこの白と透明というね、オールガラ水槽にはおすすめできませんけれども、オールガラ水槽に入れても入るようなデザインでございます。あと内部がしっかり循環する。寿は威力弱すぎて下まで水いってなかったんですよ。だからパイプは下まで通すべきだと思っていたんだけれども、本体小さいのにインペラーでかいから、力技で下から上に水を循環してんだよね。インフゾリアとか、あと水の流れに極端に弱い生態は
ETS。 稚魚数十匹、小型魚数匹、ある程度ろ過能力を必要とする場合はこっちのホワイトタイプがいいと思います。でまあ本体透けてるので、あの室内光でも中の露材に苔が生えてしまうので、まあ本当にこの右側ろ過能力を求めない場合、まあなんていうかな、その水の淀み解消とかね、もうこの中露材入れずに、ここに油膜を、まあ油膜これも発生する可能性あるんだけれども、とりあえずろ過バクテリアをちょっと増やして、あのインフゾニア若式として運用したいっていう場合はこれでもいいと思います。でもこれは本当洗えないからね、汚れたら。だから汚さない生態を買わないといけないんですよ。ろ過能力に関しては小さいながらしっかり循環するので高いと思います。吹雪テトラ。ということで、今年もたくさんご視聴いただきありがとうございました。この吹雪テトラチャンネルではアクアに関することを中心に比較や検証も行っているので、ぜひチャンネル登録お願いします。以上、スペクトラムブランジャパン、テトラ金魚メダカの静かなフィルター、テトラオートワンタッチフィルター ATS の開放及び比較と検証でした。良いお年を。バイ。